はは。い、さんんこにち参議院議員の戸北俊です、えー。今日はですね、国会が昨日から開幕しました、これ1月の21日にとっていますので、えー、なのでそこの所管とですね、まあ、安倍首相や、えー、主要閣僚が所信表明演説をしましたんで、えー、その感想というか、私が思ったことをお話しさせていただきたいと思います。えー、まずこの201回、えー、通常国会は私にとっても初めての通常国会ということになりますので、まあ、なかなか新鮮でというか、えー、まずね、1月なんであの初登庁の時きにはね、和装議連の方々を中心に、結構お着物で、 登聴されてる議員さんが多くて男性も女性もいらっしゃってかなりね議場の雰囲気も華やかでしたし経済大臣は。 大臣も、えー、もう、袴姿、着物姿で演説をされてたりとか、あ、なるほど、こういう光景が国会では見られるんだな、ということは、まあ、素直にね、面白かったというか、えー、まあ、私も来年とかちょっと着物挑戦してみようかな、なんて思ったりして、えー、スタートしました。まあ、しかも、お天気も良かったですからね、まあ、天皇陛下も、えー、開会日などに来られて、まあ、参議院のね、お言葉を賜って、えー、スタートしたわけではありますけども、まあ、そこまでは良かったんですが、やっぱこの安倍首相のね、初心表明演説等々聞いてて、まあ、やっぱりね、この改革にかける意気込みみたいなものが、もう全然感じられない。 特に憲法改正とか口ではねすごく言うんですけども昨日の所信表明も随分情緒的でもう私,私たちの手で成し遂げようではありませんかみたいな感じでわーって自民党が湧くみたいな、まあ、そういうセンセーションとかなんかセレモニーをやってるんですけどもまあちょっとそれはね我々から言たらちょっと冷めた目で見ざるをえない、まあ、臨時国会の前回の臨時国会の時も、まあ、憲法改正を私の手で成し遂げるというようなことを言っておいて、まあ、全くねそれは総理っていうのは国会には関与しないかもしれないけど自民党総裁という立場もあるわけですから 自民党の中の、ね、議論を引っ張るような姿勢を見せてもよかったと思うんですけども、まあ、そうしたのも感じられないというところで、まあ、本当こうやる気があるのかなとでそれを証明するかのように、まあ、今回の国会というのは現時点の提出法案が52本ということで大体あの過去の10年分ぐらい見ますと、まあ、少ない時でも780本出てますし大体120本から200本多い時200本以上法案が出されて成立しているわけですねでこれから当然追加の法案というのもあると思いますがもう出だし52ということはもう戦後最小クラスもうミニマム国会になると でその理由としては、東京都知事選挙と、まあ、オリンピック・パラリンピックがあるから、会、え、費、ー、が延長できないと。えー、だから、このコンパクトに収めるんだ、ということなわけですよ。で、その中身の法案もう小粒というか、そんなに与野党が激突するような、秘密総合法とか、安保法案みたいなものがないと。もう、いうことで、もう、いわゆるもう、安倍さんはね、完全安全運転モードに入ってるわけですね。で、これなぜかというと、 やっぱ昨年からこう桜を見る会とか、まあ閣僚が連続辞任して、そして今現職国会議員、自民党議員が逮捕されてるっていう状況で、まあかなり政権は支持率が下がってない、まあ一回こうまた V 字回復してるとはいえ、まあ基盤がなかなか不安定な状況にあることは事実だと思うんです。まあそうした中で、まあ安倍さんはまあ歴史に名を残したいと。ですね、歴史に名を残す方法としては、まあ憲法改正がベストではあるんですけども、そんな無理をしなくても、実は8月の24日まで安倍さんは在籍すると、連続在任記録というのも更新をして、 今あの在任記録はもうすでに安倍さんが最長ってことになってるんですが連続ずっとこの継続して7年間やってますから連続記録も今年8月の末で更新すると、まあ、そうなった時にもう全部の歴史のねこのランキング1位が安倍 安倍、安倍、安倍晋三、安倍晋三になるわけですから、ね、そっちを目指すように切り替えてるんじゃないかなとで。そこまでとりあえず安全運転で解散もせずに、辞職せずに、こう、えー、ゆるゆるやった後、その時の状況を見て、あ、これはちょっと解散に打ってれても勝てそうもないな、と思えば、岸田さんですかまあ、あの、に、前場、総理のポジション、総裁のポジションを譲って、自分は負け知らずのまま、伝説の総理として引退すると。 もしその時の状況が良くて、野党もバラバラで支持率も自民党が高いし、結構スキャンダルももう皆さん忘れちゃって、これ勝てそうだと思えば憲法改正に打って出るということで、この両裏みをで選択肢が多い状況に今安倍さんがいるので、安全運転でも良かろうと。これは無理をしない。そういう方向にね、私はね、閉じこもってるんじゃないかなというふうに思います。ただそれは安倍首相の個人のことを考えれば、戦略としては賢いのかもしれないですけども、それで不幸になるのは、やっぱ国民ですよ。 安倍首相はね、この岩盤規制にドリルを入れて、改革をするんだと。そして憲法改正もやるんだと。いうことで、こう、2期目の、まあ、第一次安倍政権を。 失敗を経て、第二次安倍政権で復活を遂げてですね、国民の信頼を得てきたわけですから、それやっぱ約束をした岩盤規制の突破とか、憲法改正を私やっていただかなきゃいけないと思いますし、やっぱその自民党にね、そのやりきがないのであれば、そこを我々是々非の立場である日本維新の会が、こう、しっかりと突き上げていって、改革やんなきゃダメじゃないかと。今この半年改革が遅れればですね、法律が、例えばスーパーシティ法案とかも出なければ、今 IR のやつのね、 IR の施策も先延ばしにされるという報道出てますけども先延ばしにされればされるほど年単位で国府が国民の富が流出していくわけですからこれを防ぐためにね早急に野党の反発を恐れずにですね自民党そして安倍総理は戦っていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますなので私たちはですね今回の国会もそういう姿勢を批判するばかりでは説得力もないですしただでさえ強敵の安倍政権与党には勝てないわけですから本質的な対案をしっかりと準備をしてこの議論を戦わせていくということを、ね 今国会はやっていいいきたいと思います早速ではありますけども来週予算委員会が開かれます法、まあ、正予算を成立をさせなきゃいけないですからねそこでちょっと今のところ予定ですけども私が初めてこの予算委員会バッターとして立たせていただくということになっていますなんとあの私と鈴木宗男さんの2枚看板で。ちょっと 一勝負かけるということでございますので、まあ、ちょっと変更の可能性もあるんですけどね、もうこれをしっかりとですね、あの質問を今練り上げているところですので、安倍総理に直接対決、初対決させていただきたいと思います。今の予定では29日か30日頃だろうということですので、そちらもぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。では今年、静岡国会、第201回国会、全力で頑張ってまいりますので、チャンネル登録とご支援よろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきます。それではまた次回。